日本人なら誰もが聞いたことがあるイチロー。数々のタイトルを獲得し、日米通算4367安打を放ったスーパースター。その功績は疑う余地はなく、いつまでも変わらず称えられるでしょう。野球解説者たちがイチローを絶賛する一方、異なることを言う人物がいないわけではありません。その一人がノムさんこと野村克也さんです。現役時代は王貞治さんや長嶋茂雄さんにライバル心を燃やし、華々しい成績を残しました。そんなノムさんは監督になってからも ID 野球と呼ばれるデータを重視した統括でプロ野球界を席巻しました。そんなノムさんはイチローをどう評価していたのでしょうか。ノムさんがイチローについて意見したのは野球に対する考え方です。他の追随を許さない圧倒的なヒット数を誇るイチロー。しかしノムさんはイチローがフォアボールによる出塁が少ない点に注目し、以下のコメントを残しています。ヒットを打ちたいから多少のボール球なら手を出してファールにしてしまう。まさに自分本位、チームを完全に私物化していると言い放ったのです。イチロー自身、野球は団体競技だけれど個人競技、個人として結果を残さないと生きていくことはできないと語っています。2人の野球観の違いについてノムさんは外野手らしい発想とさらに続けます。キャッチャーをやればそんな考え方はできない、若手の時に間違った教育を受けてしまったとぼやき節。ノムさんはプロ野球初となる三冠王を獲得したからこそ、イチローの野球に対する考えに異を唱えたのでした。イチローが活躍し始めた当初からこのようなノムさんの攻撃はなかったようです。ノムさんが攻撃を始めるきっかけは1995年、オールスターゲームに出場したイチローは飛行機の中でノムさんと遭遇します。座席はノムさんのすぐそば。しかしイチローはノムさんと目が合っても挨拶もせずにそのまま席に座ったそうです。これに憤ったノムさんは教育がなっとらんとイチローへの評価を一変させ批判するようになったそうです。そんなノムさんですが、イチローの実力を認めていなかったわけではありません。イチローのプレーについて走攻守すべてにおいて超一流と評しています。バッティングについては来た球に反応しているとイチローを評価しています。目ではなく体でストライクかボールか、打てるか打てないかを判断する。私には全く理解できないが、天才とはそういうものなのだろうとイチローの凄さを認めているノムさん。さらに左肩をピッチャーに見せないように意識しているというイチローのコメントにも注目。私なりに解釈すればグリップをできるだけ最後まで残すという意味になる。これで壁が崩れないというわけだとイチローのバッティングの安定性の進化を悟ったノムさん。理想の打順を組めるとしたらという質問に、俺なら1番から9番までイチローと答えたこともあります。自身への礼儀礼節を書いたイチローであっても、共に野球を愛する者同士、その才能を認め、また自身の野球観を体現する上でこの上ないプレイヤーであるとイチローの名を挙げたノムさんでした。そんなイチローとノムさんが直接対決をしたのが1995年の日本シリーズでした。当時ノムさんが監督を務めていたヤクルトと大木明監督率いるオリックスの対戦、イチローを封じること、この条件がヤクルトが日本一を勝ち取るためには必須でした。ノムさんは現役時代、試合中に打者に話しかけて幻惑させるというささやき戦術で知られていました。決戦前には現役時代さながらメディアを利用してイチローにささやくのです。イチローを攻めるには内角に始まり内角に終わる、いかにインハイを攻めきれるか、この言葉の裏にはノムさんの愛弟子である古田敦也と共に導き出したイチロー打開策がありました。ノムさんと古田はイチローを封じ込めるためにシーズン中のイチローの打撃をありとあらゆる角度から分析しました。そして4つの答えを導き出しました。高めのボールゾーンの速い球、外角低めいっぱいの変化球、内角の速い変化球、内角低めの落ちる球、この導き出した中にインハイの文字はなかったのです。2人はシーズン中、イチローがヒットを打ったコースと凡打に終わったコース、ファールしたコースと見逃したコース、打ったボールの球種と速度、どのコースのどのボールをどの方向へ打っているのか、これらの傾向を色分けし見やすいチャートにしたデータをいち早く完成させていました。
そしてこのデータから導き出された一郎の打開策を最大限に生かすべく、ノムさんはインハイを繰り返し一郎にすり込んだのでした。試合が始まればマナ弟子古田が抜群の観察眼を見せます。一郎が打席の中で狙うコースによってわずかにつま先とかかとにかかる体重が変化することを察知した古田、そのかすかな変化を感じ取り一郎の狙いを外し続けました。かくして1995年の日本シリーズは一郎を封じ込んだヤクルトが日本一の栄光を手にしました。ノムさんは1995年の一郎との直接対決についてこのように語っています。スコアラーの一人に分析してくれって頼んだら返ってきた答えが攻略法は見つかりませんだった。どんなバッターだって長所短所あるんだからもう一回偵察に行かせた。返ってきた答えは分かりません、打たれるのを覚悟してやってくださいだった。真っ向勝負をしても打開策がないと分かったノムさんが思いついたのが内角攻め宣言だったとのこと。序盤はイチローを惑わせることに成功したものの、第5戦で配球がバレてね、神宮でホームラン打たれてこりゃあかんわと振り返っていました。この第5戦で日本一を決めた野村ヤクルト、もしどこかでオリックスが一つでも勝っていればオリックスが日本一だったかもしれません。メディアをうまく使いキーマンだったイチローを封じ込めたノムさん、しかしこの対決は日本シリーズで終わったわけではありません。この対決の後にメジャーに渡り活躍したイチロー、ノムさんがそうであったようにメジャーの各チームもイチローを抑えるために様々な対策を施行します。そこで参考となったのがノムさんのデータです。桁外れの天才打者イチローを日本シリーズという大舞台で封じ込めたノムさんの覚悟もまたイチローと共に海を渡っていたのでした。1992年、オリックスとヤクルトがオープン戦で対戦した際、相手チームの打撃練習を見ていたノムさんは一人の左バッターに興味を惹かれました。ノムさんが一流打者の可能性を感じたその選手はドラフト4位で指名されオリックスに入団しました。しかしその男の名は前年のヤクルトのドラフト指名候補リストにはありませんでした。ノムさんが当時の編成担当に理由を尋ねると返ってきた答えは彼はピッチャーだったので、これに対してスカウトというのは選手のどこを見ているんだとノムさんはぼやきが止まらなかったそうです。ノムさんが興味を惹かれた高卒の左打者の名は鈴木一郎。この男はすぐに才能を表すと確信していましたが、結局名前を聞くことなく1年が経過。翌年のオープン戦でオリックスの関係者に聞くと、監督が彼の打撃フォームが気に入らないと言って使いたがらないとのこと。そこでノムさんは動きます。オリックスにトレードで鈴木一郎の獲得を打診。しかし結果は破談に終わったのでした。その翌年、鈴木一郎は新監督として就任した仰木彬のもと登録名を一郎に変え大ブレイク。この年日本プロ野球のシーズン最多安打を塗り替える210安打を放った一郎、もしあの時ヤクルトにトレードされていたら、ノムさんの元で一郎はどんな選手になっていたのでしょう。共に戦うことは叶わなかったものの、日本シリーズでの名勝負を演じた2人、その輝きが移ろうことはありません。礼儀礼節を欠いた一郎の態度によってノムさんが頑固になった部分があったにしても、一郎という存在を認めていたのもまた事実。一郎が引退を決めた2019年、ノムさんは長きにわたり選手として活躍した一郎を称賛しつつこんな言葉も残しています。一郎はプロ野球の将来のために監督をやらなければダメだ。監督になったらどんな野球をやるのか見てみたい。想像もつかないから興味がある。いつか日本のプロチームで監督を担う日があるのでしょうか。そんな時、天国のノムさんは一郎監督をどのように評価するのか。一つ一つの動作を見つめながら、きっと一郎を大ブレイクさせた仰木監督とあれやこれやと談笑しているのではないでしょうか。